はい、ガッチャンです。あ、今日はこれくらいでいける？はい、ですね、今日もちょっと夜時間ないので昼間からエクササイズをします。で、そうだ、今日何喋ろうかまずはいつも通り、スクワットエクササイズ、スクワットなんだっけ、とりあえずスクワットしながら、はい、あっちな、スクワットしながらやっていきますが、今日なんと体重計乗ったら体重計が 101.5 キロになりました。だから100キロ切るまでにあと 1.5 キロと、まあ年内に切りたいなと言ってもね、お昼にちょっとねもう我慢できないでちょっとね、パン食べちゃったんですけども、パンというかアンパン、干しアンパンが好きなんだけどね、なんだけどいいの、無理しない。だって無理しすぎて続かないと困るもん。そう、それで今日もちょっとのんびりのんびりやってますが、スクワットとかエクササイズだけは続いてるねさあ、よし、このバックに流れてる音楽は大阪のラップのバンドで、そう、一緒に知らなかったんだけど、エクササイズの先生の西山先生が好きで、そう、これいいよって教えてくれたので、もうこれ聴きながらやってるんですけども、最後に昨日からインターロックエクササイズ、これね、これやってるんだけど、これね、この音楽流しながらとやりやすいんだよ。よし、2回目、よし、3、4、5、6、7、8、9、あれ今日何話すんだっけ、9、11、あ、そうそうそう、 CBD オイルの飲んで、今日4日目なんだけど、 CBD オイルはどうっていう問い合わせをいただきました。はい、なので CBD オイルを実際飲んでみての感想を今日は言っていきたいと思うんですけども、まあ、CBD オイル、はい、CBD オイル、まあ、カンナミジオールオイルですね。カンナミジオールっていう名前を知ってる人も多分まだ少ないんじゃないかな、ほとんどいないと思う。海外ではね、医薬品として、売られたりもしますね。そう。じゃあその医薬品の名前を、なんとか、って言うと、大体みんな、あれ？って思うかもしれない。CBD オイルはね、海外では医療大麻って言われます。はい。日本でも医療大麻を、使えるようにしてほしいという、訴訟とかあるんですけどね。はい。実際日本では、まだ医療用の、CBD オイルっていう感じでは流通してません。の代わり高品質なね、CBD オイルが最近手に入るようになりました。私もご紹介いただいて、飲んでみたんで、飲んでみたというか使ってみて、いや、これはねいいなと思ってます。まあ、このカンナミジオイルのお話はちょっとね、専門家じゃないので、まあ、はっきりあだこだとは言えないんですけども、そうですね、私の LINE アットにご登録いただくと、こんな症状に CBD オイル、CBD オイル、効くんだよ、効くというか効果があるんだよっていう文章とかね、最近私がハマってるいろんな商品あるんですけども、最近私の自分のお腹と心と体と全てを作り直しているものをね、ご紹介している LINE アットがありますので、そこ登録いただくと CBD オイルについてのお話が書いてあります。はい、ぜひYouTube のところからリンク飛んでるので
こちらから、ご登録ください。はい、今日はね、3分飛んで、それから3分、なんだっけ、インターロックエクササイズをしていきます。インターロックエクササイズに関してもまだ詳しくないです。なんで自分で検索してくださいそう、シミディオールで、まあね、効能とかこういうのに効くんだよっていう海外の文献とか調べると、まあいっぱい出てきます。はい、いろんな症状に効くんですが、ね、まだ分かってない、何に効くかっていうのも本当分かってないものがいっぱいあります。ただ健康食品っていうものではなく、どっちかというので、もうピンポイントっていうか、すごいね、ぶっちゃけ私ね、最初に飲んだ時に、次の日にね、元気で仕方なかったのを覚えてて、で、まあ、品質のいいものはちょっと高いんですよ、正直。はい、これくらいの瓶で1ヶ月分が大体2万円ぐらいなんですけどね。そうなんですが、まあ私もね、ダノーラじゃなくてね、高いリブタイから、ね、飛び降りるようなつもりで買って毎日試してます。でですね、私はね、うつ病っていう、まあね、私はね、病院に行けば発達障害とかうつ病ということで診断が出るんだと思うんだけども、まあ、基本的に病院はね、信じてないの。そう、病院は、日本の病院は特に病気を作るために、そう、あなたの症、私の症状を見て、あなたは何々病ですよっていうことを言って薬を買わせるための、もうほんとね、クソッだと思ってるのだからもう病院だけ。そう、そんな中で、海外のね、特にアメリカなんかは病院行くと薬じゃなくてね、サプリを勧められたりするらしいんだけども、そう、人間の体ってさ、やっぱ食べるもの飲むものとかでできてるからさ、こう、痛くなったからそれが病気って、それはちょっと違うと思うんだよね。で、その自然治癒力をぐわーって高めていくのが、まあ、CB 療法って思っててもいいと思う。うん、まあ、人間の体の中で20歳までに、まあ、カンナミジオールがすごいいっぱい作られるんだけど、20歳以降どんどん減っていって、年を取るごとにその分泌量が減っていくと。で、それを外から取り入れる方法は、CBD、カンナミジオールを多く含んでるのはね、大麻しかないの。大麻、そう、大麻は大麻でも、大麻には CBD、カンナミジオールと、LHC っていう、麻薬成分があるんだけど、LHC を取り除いた CBD を濃縮したオイルを使ってます。はい、まあ、ピンキリでね、安いのも高いのもあるんだけど、まあ、濃縮具合とオイルだからね、品質によって随分価格に差があるんですが、まあ、良質なものをなるべくね、使った方が、まあ、効果が早いと思いますね。で、私はね、自分の敵が悪いと、すぐ心のバランスを崩しちゃうんで、心のバランスを調整するのにいいんじゃねえかなと思って、試してみたところ、ね、めっちゃね、いい、ぶっちゃけ。そう、何がいいかっていうと、よし、始めるよ。何がいいかっていうと、まずね、こんだけってかね、そう、結構なね、運動してんのよ、私は。でも、筋肉とかの疲労は、筋肉全然残らない。あとはね、半分し飲んでるだけなんだけどね。そう。で、睡眠時間も、今はね、3時間、4時間なんだけど、3時間、4時間でも、もうね、あっちに目がいて、おお、なんかね、一日が得した気分。で、こんな天気悪いと、私なんかすぐここのバランス崩しちゃうんだけど、そう、そんなこともなく、いつにもなく前向き。本当ね、心、この今難しい社会の中で、心にいろんな葛藤とかストレスとかあるとか、人はね、まあね、もちろんガンの人が飲もうが、
白血病の重い人や、いろんな病気の人が CBD オイルを求めてる人がいっぱいいると思うんですけども、何より私はね、心の問題を抱えてる人に CBD オイルね、ぜひ試してみたい、もらいたいな。そう、ものすごいね、いいよ本当、びっくり。そう、なんかね、なんかね、本当人生を作り直したような感じ。あ、そう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 。で、そう、今日からね、ノートに新シリーズを書きます。それはね、ダイエットで人生をやり直すっていうテーマ。まさに私のダイエットは、そう、今までね、うまくいってない全てのいろんな人生をから、諦めてきた人生から、そう、何でもかんでもチャレンジしようという人生に、今切り替えていこうとしてる人のタイプだから、それをね、まず、まさに、ブログにして、有料の、有料のね、ただじゃないですよ、有料の、小説というか、体験談集を作っていこうと思ってます。そう。まあね、800文字ぐらいで、毎日書ければいいと思うんですけど、そう、書けるときも書けないときもあると思うので、そう、なるべく書きたいと思うんですが、そう、LINE アットご登録の方は、最新回ができたたびに LINE アットに、流していくので、LINE アットをご覧の皆さんだけ無料で、私の、人生をかけたダイエットの経過と、その過程、体験、そしてどう変わっていくかを皆さんに、どう変わっていくかっていうのを皆さんに、LINE アットをご覧の皆様だけに、無料で差し上げます。はい。なので、ぜひ、自分の人生をもう一回突き直したいって方、ぜひね、LINE アット登録して、私と一緒に、ダイエットじゃなくてもいいんですよ。何か自分で何かのきっかけで人生を変えていこうと思う皆さん、ぜひ一緒に新しい人生に向かって歩き出しましょう。そんなわけで、そう、ちょっと時間早いのかな、短いのかな、ちょっとね、あ、いい感じだね。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。はい、皆さんぜひね、 LINE アットご登録お願いします。ガッチャンでした。今日の動画いかがでしたか？毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでですね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただければ、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも声援ありがとうございます。ガッチャンでした。